皆さんおはようございます。関根和夫です。お元気ですか、えー、ゴールデンウィークの最終日ですね。えー、このところ何日かちょっと、えー、ある方々の、まあ、講座というか、講話を聞いたりしておりました。えー、私たちは一般的に夜とか闇とかいう言葉を不条理とか恐怖、 不安などと結びつけて考えやすい。ですから、悲しみとか不安というのは闇であり、できることならはや早く日の差す場所に行きたいという気持ちになります。できるだけ早く気分の良い、視界の良い場所で安心したいという気持ちになります。まあ、これは私たちのいわば自然な欲求だと思います。闇とか夜には、 タイルになるものが見えず、目当てにできるものがないので、勘とか、経験値とかによって、なんとかその暗闇から脱出することを考える。それがないと、立ち尽くし、もがいて迷い、倒れることさえある。嫌になってしまう。まあ、それがまあ、一般的な考え方だと思いますね。まあ、そういう中に、例えば、経験としての辛い出来事、病気であったり、別離であったり、死であったり、 困難であったりというのがあるんだと思うんですけれど。でも考え方ですけれどもでもその闇その夜の中でこそ信仰とか自分の弱さへの自覚とか謙遜とか悲しみからの脱却とかどういうことが起これば自分にとっては安心なのだろうとかそういうことごとを試されたり 考えさせられたり、練り上げられたりする。その闇、その夜というのは、そういう役割があるかもしれないなと思ったんですよね。夜というのは、神へと向かう人間の霊的な歩み、そのプロセスを示すものだと、ある指導者は言います。夜の中でしか学べない出来事があると。まあ、それはちょうど、 日の出の瞬間をカメラに収めようと待っているカメラマンにとって、日の出の瞬間、その前後の時間が過ぎると、もう次の日まで待たなければならない。いつまでもそこにあるというわけじゃない。山を撮るだけだったら、山は大抵いつでもそこにありますけれども、日の出の瞬間を撮りたい場合には、一日一回だけですね。しかもかなり前に、夜明け前にそこに出かけていかなきゃいけないし、 えー、準備が必要だしそしてもし例えばそこで雨が降ってしまったり曇ってしまったりしたらそれが流れてしまう次の機会になる夜もしくは闇という際に学ぶという自覚が持てないとすぐに忘れてしまって次のチャンスまで待たなければならなくなりますせっかく謙遜 人間の弱さ、喪失感の大きさ、人の不安定さ、人の不公平さなどを教えられ、気づかされ、神様からの癒しとか、平成の頃を経験すべき時に、慌てふためいて、ああ、なんとか早くここを抜け出したい、なんとかここを脱出したい、解決してもらいたい、ということばっかり願ったり、祈ったりしてしまうと、 どうなんでしょうね。もしかするとそれは大事なチャンスを潰すことにもなるかもしれません。もちろん第三者の私が言ってるわけですから、お前に俺の苦しみがわかるかって言われる、それは重々承知してるんですけれども、でももしかすると、ただただ光だけが欲しい、ただただ早く脱出したい、に逃げ出したいというのは、もしかするとそれはだだ この拗ねてていいるる姿と似ているかもしれないです、ね、成熟するという人間として成熟するということのためには闇の中での苦悩というのは必要なのかもしれませんそしてそれはいつか自らの成長につながりしかもこういう人生が生きられたという感謝にもつながることになると思うんですよね 坂道になったからといって、道に迷ったわけではなく、それは通過すべきプロセスだと考える習慣が大事だと思います。闇を通過している。苦しみや悲しみ、夜の時間を通過している。だからきっとこれは私が人生を間違ったのだと考える必要はないように思います。そうではなく、その時間、その坂道、 その暗闇だからこそ自覚できる自らの至らなさ罪欲自我などを振り返りそれをじっくり受け止めて受け入れ神様に取り扱ってもらう心が育てばよいのかもしれませんよく人生には無駄がないと言われますけれどもそういう意味では闇も夜も無駄ではないんですねまあある意味の覚悟は必要だと思いますけど そして、この闇とか夜というのは、ひょうたんはあるにせよ、誰にでもやってきます。で、最終的にはそこに、そういう中で、神様の見手を経験することになるんだと思うんですね。よく、神様って見えないからねって言うけど、神様が見えない存在であるのは、そういう闇の中でこそ、手を伸ばしていてくださるかもしれない。そういう辛い、悲しい、苦しい闇の中でこそ、 私たちに触れてくれるので、網は見えないままでおられるのかもしれない。光は闇の中に輝いているという言葉がありますけれども、その言葉をずっとここのところ考えています。悲しみのある人たちに慰めがありますようにと祈りますけれども、でも同時に、その悲しみの中で深い自覚がもたらされますようにという祈りもまた捧げたいと。 思ってる次第ですどうぞ良い日になりますように光があるときには光を十分に楽しむことが必要だと思うんですよねどうぞお元気でそれじゃまた